本日、私からは5件ございます。はじめに、本日付で一連の不祥事の再発防止策を含めた文部科学省の在り方とその実行方策に関する文部科学省創生実行計画を取りまとめましたので、報告をさせていただきます。文部科学省創生実行計画は、私が本部長を務める文部科学省創生実行本部において3回にわたり熱心に議論を行い、文部科学省未来検討タスクフォース報告や広く省内における議論なども総合的に踏まえて取りまとめたものです。創生実行計画の内容についてご説明します。まず今般の幹部の逮捕起訴事案など一連の不祥事を真摯に受け止め、不祥事を未然に防げなかった文部科学省の組織文化や組織風土の課題と改革すべき方向性を明確化しました。その上で具体的取り組みとして、第一に組織風土改革やガバナンスの強化のため専属の体制として省改革推進コンプライアンス室を設置するとともに、外部有識者からなるコンプライアンスチームを設置することで、コンプライアンスに係る取り組みを第三者の目も入れて総合的に推進してまいります。第二に、文部科学省職員の意識改革と能力育成が特に重要であるという観点から、文部科学省の人事政策、人材育成の在り方の見直しこそ急務であると考えており、先日私から提案した人事改革案の内容も盛り込み、文部科学省における人事の改革や国立大学法人との人事交流の改革を着実に実施します。第3に、現場に根ざした政策立案機能の強化、広報機能の強化や省内の業務改善を徹底します。そしてこれらの取り組みの実効性を確保するため、私大臣を本部長とする文部科学省改革実行本部を4月から新たに設置して、取り組みの効果を検証して不断の改革を推進してまいります。私としては創生実行計画に盛り込まれた具体的取り組みを着実に実施することで、国民の信頼を一刻も早く取り戻すとともに、文部科学省が公務員改革全体のフロントランナーとなっていくという自負と気概を持って、私自身が先頭に立ち、文部科学省一丸となって取り組んでまいりたいと思います。第2でございますが、児童虐待が疑われるケースについてでございます。昨日緊急点検の結果について公表をさせていただきました。点検の結果、対象児童生徒などの数は約18万7千人おり、その中で市町村等に情報共有されたものは約1万2500人となりました。今回の緊急点検は年度末の多忙な時期にもかかわらず短期間での面会を実施していただいたものであり、教職員等の関係の皆様のご協力に改めて感謝を申し上げたいと思います。この緊急点検を実施した結果、学校などの欠席を端緒として得られた児童虐待のリスク情報が市町村や児童相談所、警察等の関係機関と共有され、必要な支援につながったものもあると考えております。今回情報共有した案件については、引き続き関係機関が連携して対応に当たっていただきたいと考えており、文部科学省としても必要に応じて教育委員会などを支援してまいりたいと考えております。続きまして、この度昨年11月に公表した柴山学びの革新プランを踏まえて、
先端技術の活用方策の具体化の検討を進め、新時代の学びを支える先端技術活用方針方策の、中間まとめを、取りまとめましたので報告をさせていただきます。公教育や教師の役割の重要性は、変わるものではありません。しかし、先端技術の効果的な活用を通じて教師の指導や子どもの学習の質をさらに高め、子どもの力を最大限引き出す学びを実現する目指すべき次世代の学校教育現場を具体的に提示するとともに、遠隔教育の推進による先進的な教育の実現、教師学習者を支援する先端技術の効果的な活用、先端技術の活用のための環境整備を柱に現状と課題を整理しました。1点目の遠隔教育の推進については、希望するすべての学校が遠隔教育を活用できるよう、さまざまな支援助言が受けられる環境の整備や遠隔教育特例校の創設を含めた実証的取り組みを推進していきます。2点目の教師学習者を支援する先端技術の効果的な活用については、教育現場で活用されている先端技術について整理を行ったところです。今後効果的な活用場面についての基本的な考え方等を最終まとめで提示してまいります。3点目の環境整備については、世界最高速級の学術通信ネットワーク、サイネットを初等中等教育段階の学校へ開放するほか、 ICT 環境整備を安価に行うための具体策の提示などの施策を推進してまいります。特にこのサイネットは産官学共同で進めている知識集約型社会の基盤インフラとしても期待されており、初等中等教育と高等教育の交流連携を通じた最先端の知や教育データの共有化が図られるなど大きな可能性を秘めております。引き続き教育再生実行会議における議論の結果なども踏まえながら、6月の最終まとめを目指してさらに検討を進めてまいります。4点目ですが、これまで文部科学省および厚生労働省にて検討を進めてまいりましたゲノム編集指針の制定について、本年1月に総合科学技術イノベーション会議生命倫理専門調査会による確認了承をいただいたところですが、所定の手続きを経て来週4月1日付で告示施行することといたしました。この指針は人受精胚へのゲノム編集に関して我が国における初の指針となります。研究の要件を生殖補助医療の向上に資する基礎的研究に限定するとともに、ゲノム編集を行った受精胚の人または動物への体内移植の禁止を明示しております。文部科学省としては人胚へのゲノム編集技術を用いた基礎的研究を適正に進めていくためには、倫理面に配慮した指針の整備と円滑な運用が不可欠であると認識しており、引き続き関係府省と連携しながら指針の適切な運用を図るとともに、社会の信頼のもとにこの分野における基礎的研究が進むことを期待しております。最後に、本日昨年6月に公布施行された国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律に基づき、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する基本計画が閣議決定されました。我が国においても国際的に高い水準の国際文化交流の祭典を実施するために、新たな大規模祭典の創設に関する検討をしつつ、現在
全国各地で実施されている国際文化交流の祭典についても引き続き支援をしてまいりたいと考えております。私の方からは以上です。幹事社の朝日新聞の小宮からお尋ねします。大阪大学と京都大学での研究生が立て続けに明らかになって、また東北大学で20年前の研究なんですけれども、元総長の論文が撤回されるといったようになりました。まずこれについての説明をお願いします。それからですね、東北大学の件に関してはこの撤回について東北大学は特に対応を取っておらず、またファンディングした科学技術振興機構が特に調査する意向がないという考えを示していますが、これについて大臣の考えをお聞かせください。はい、ご指摘のような報道があったことは当然承知をしておりますが、学会誌の取り扱いに関する学会の自主的な決定でありまして、現時点では文部科学省としてのコメントは差し控えさせていただきます。今後の対応ということでありますが、東北大学において学会から詳しい情報を確認すると聞いておりまして、大学において適切に対応されるものと認識をしております。お願いします。ガイド新聞の終わりと申します。教科書決定についてお伺いしたいんですが、社会の教科書で北方領土について固有の領土というふうに明記された一方で、総理はそういった表現を避けていると思うんですが、中日のロシア大使からも反発の声が上がっていることについて、どういったご見解をお持ちなのかお伺いします。はい、今回の北方領土に関する検定結果について中日ロシア大使が発言をされたことは報道で承知をしております。我が国の領土や歴史などについて児童に正しく理解されるよう教科書に正確に記述されることは重要なことだと私は考えております。我が国の教科書検定は民間の発行者が作成した教科書に対し専門的学術的見地から行われるものであり、今回の検定についても協会用図書検定調査審議会の専門的学術的審議に基づいて公正中立に検定が行われた結果であると承知をしております。関係国等においてもこのような我が国の検定制度の趣旨について理解をしていただきたいと考えております。紹介格の関係でコンプライ室を新設されると、室長はどのような立場の方がされて、規模感というかですね、室の構成の規模感とかそういったものはどのようになるのか。はい、コンプライアンス室の新設ですけれども、先ほど申し上げたように4月1日を予定しておりますが、室長はこのコンプライアンス室は省のさまざまなコンプライアンスの統括をするということで、大臣官房総括審議官を一応想定をしております。人数とか大変というのは構成員というかどれぐらいの規模でやられるんですか。はい、それについてはそれぞれ各局のですね、担当をメンバーとすることを現時点で想定をしております。正確に申し上げると先ほど紹介させていただいた総括審議官を室長としてですね、そのもとに課長級の次長、その他企画官補佐係長などからなる、充実した体制を取りたいと考えております。関連してどうぞ。紹介の関連で読売新聞です。はい、先ほどフロントランナーということもありましたけれども、その省庁を改革する上でこの霞が関の他省庁と比べて特にここに力を入れたという点があれば改めてお話しください。はい、もちろん、各省庁でですね、公文書の、管理の仕組みなど整備をされているところであります。ただ私といたしましては、ずっとこれまで、
まあ、ガバナンスの問題に法律家としても取り組んできたものですから、まあ、特にこのコンプライアンスとかガバナンスについて、まあ、その組織に応じた形で、どのような体制を取るのがふさわしいかということを検討し、まあ、今紹介をさせていただいた、まあ、省の中での、コンプライアンス、まあ、各部門でのですね、まあ、しっかりと目配りをできるコンプライアンスを設けるとともに、まあ、第三者としての、まあ、コンプライアンスチームを、まあ、しっかりと、設けるとともに、まあ、窓口や指導助言をしていただくと、まあ、こういう仕組みを、まあ、作らせていただいたということ、まあ、それから人事についての、まあ、その例えば採用区分にとらわれない、また女性や若手についても、まあ、しっかりとその能力等あるいは希望に応じた形の抜擢をしていくというようなこと、それから、まあ、まあ、天下りの問題にも関係しますけれども、まあ、再就職等のあり方についても、まあ、かなり踏み込んだ形で、提案をさせていただいたこと、まあ、こういったことなどがですね、私は霞が関のフロントランナーとして、まあ、今後公務員制度改革を行う上でですね、まあ、やはり重要になってくるのかなというように思います。そして何よりも、まあ、私が就任当時に申し上げたことではあるんですけれども、やはり風通しの良い組織を作っていく、まあ、組織文化についてもすでにいろいろと問題視されてきたところでありますけれども、この創生実行本部の議論もですね、本当に若手の方々も含めて、率直に、まあ、大臣である私も含め意見交換をさせていただくことができたというふうに思っています。まあ、現場を含めた、まあ、こういった率直な風通しの良い組織を作っていくということも私は非常に大きな成果ではなかったのかなというように考えております。もう一点よろしいですか。はい、新しい学びの形というそういう点のについては、まあ、遠隔教育を、まあ、推進されるということなんですけれども、大臣改めてそのメリットとですね、その課題みたいなものをちょっと大臣、はい、遠隔教育はですね、教育の質を大きく高める手段でありまして、まあ、学校同士をつないだ合同授業の実施、学びを深めるための、まあ、外部人材の活用、幅広い科目の開設など、まあ、教師の指導や子どもたちの学習の幅を広げることや、またこれは特筆させていただきたいんですけれども、特別な支援が必要な児童生徒などにとって学習機会の確保を図る観点からも重要な役割を果たすものだと考えております。まあ、ただ一方で遠隔教育は画面越しでのコミュニケーションということで、まあ、そのコミュニケーションが限定されることや準備などの負担が生じること、機器のトラブルのリスクがあることなどがデメリットとして挙げられていることから、ノウハウを蓄積共有し効果的な活用の理解を進めていく必要があると思います。これらも踏まえ今回の中間まとめでは、連携先のマッチングや指導面技術面のアドバイスなど、さまざまな支援助言が受けられる環境の整備、実証事例の創出やグッドプラクティスの周知、遠隔教育を実施する基盤としての、まあ、サイネット、まあ、先ほど紹介をさせていただきましたけれども、その初等中等教育への開放などの施策を講じることとしております。まあ、これらの施策によって遠隔教育が、まあ、全ての学校にとって当たり前のものとなるよう、推進していきたいと考えております。どうぞ。教育士大学についてお伺いしたいんですけれども、はい、今週26日の火曜日に実験調査を行ったかと思います。実験調査の結果と今後の対応を教えてください。はい、3月26日に東京福祉大学への実地調査を、東京入国管理局と連携をして、留学生の適正な受け入れが行われているのか、学習環境が適切に提供されているのかなどの視点から、除籍者等の自由、留学生の履修や出席の状況、教育施設設備の状況などについて、確認をいたしました。
先方から聴取した内容を整理しつつ問題がないか確認していくことにいたします。なお必要があれば今後も実地調査を行うこととしております。その上で詳細については現在も調査中ではありますが、履修科目数や出席率を考慮すると法務省令で定める在留資格の基準である週10時間の聴講時間を確保できていない学生が存在するのではないか、また日本語能力が足りず大学に進学できない留学生の在留期間を延伸させるため名目上大学の正規課程の研究生、科目等履修生として受け入れているのではないかということが懸念をされる、疑われるのではないかと思っています。さらに所在不明とも思われる除籍者が多く発生する要因など在籍管理体制の詳細も確認する必要があると考えております。引き続き徹底した調査を行うとともに内容を精査し、その結果を踏まえ必要な改善指導を行ってまいります。あと1問程度でお願いします。どうぞ。NHK の話です。虐待の問題に関してなんですけども、今後ですね、教育委員会の方を支援するということだったんですが、詳しいちょっとその辺りはどういった形で支援していくのかというのと、大臣先生のスクールロイヤー等々ですね、そういうところの重要性というのも言及されてきたので、改めて文科省としての今後の取り組みというのをお伺いできますでしょうか。はい、今回、非常に実施してですね、先ほど紹介をさせていただいたような実態が把握できたということは、意味のあることだったというように考えております。今後はですね、今おっしゃったように、関係機関がいずれにしても連携して対応に当たっていただかなければいけないというように考えております。文部科学省としても必要に応じて教育委員会なども相談に乗っていきたいというように考えておりますし、また今ご指摘になられたようにスクールローヤーのですね、今調査実証などを行っているところでありますけれども、法務省あるいは弁護士会とも連携してそうした取り組みにもしっかりと力を入れていきたいと考えております。すみません、民間工業新聞の小島と申します。はい、今週ですね、米国が、月の宇宙飛行士を、2028年に着陸するとの2024年の間を収縮するという発表がありました。これに関して受け止めと、あとそれに日本の月や月有人近傍拠点の取り組み、それをなんか変更などあるのか、なんかちょっと計画もしあれば教えてください。はい、今、ご指摘の通り、米国国家宇宙会議においてペンス副大統領が目標を前倒しして5年以内に米国人の宇宙飛行士による月の南極への着陸を目指すことを表明したことは承知をしております。これは米国の月探査に関する積極的な意思の表れだと捉えています。文部科学省としても今回の米国での動きも踏まえつつ、月面での持続的な探査活動に必要となる技術の確立とともに月近傍有人拠点ゲートウェイの参画に向けて独自性を打ち出しつつ、国際調整や技術検討を進めていくことを加速していきたいと考えております。ありがとうございました。ありがとうございました。